おはようございます。高野圭介です。今日は台湾に行く道のりを動画にしたいと思っています。今関西国際空港に来ております。今回はエバ空港131便での出発になります。この道を歩いていくと飛行機に乗れるというわけですね。本日は4月7日。 CA さんはすでに中国語を喋っていました。もう日本ではないというふうにも感じました。こちらが外の様子です。大変晴れやかな景色となっております。これが飛行機内の映像ですね。やっぱコロナの影響もあって全然お客さんはいませんね。この区画にも僕を含めて3人から4人の方乗ってましたが、客席数に対してあまりにも少ない人数だなと思いました。しかしこれはコロナウイルスの影響なので仕方ないと思います。台湾に渡航できる人も限られてますでしょうし、空港会社もかなり大変な時期を迎えていると思います。今 CA さんから、何か渡されましたが、おーっと落としてしまいましたね。はい、これは除菌シートになってますね。やっぱコロナ対策とともに気になるところは拭いていくっていう感じになりますね。これはイヤホンですね。2つの刺すところがあって珍しいタイプだなと思います。テレビの方を見ますと危険物の持ち込みはダメと書いてある中にバットがあるようですね。バットがあるということは、バットも危険物とみなされるようです。僕はピッチャーなのでバットは持ってませんが、打者はどうやって持っていくんでしょう。気になるところでありますという感想を抱きましたが、日本でもバットは飛行機で持って行って行ったりしてるはずなので、これはおそらく飛行機の中には持ち込めないんだなということで、なるほどそういうことなんだなと僕は勝手に理解しました。先ほどから飛行機の窓の外が映されていますが、今離陸しましたね。日本から出国しました。この桃園国際空港行きの飛行機で3時間ほどの空の旅となると思いますが、もう次の地面に着いた時には台湾の国に着くということで、しばらく日本の地を離れることになります。しばらくさよならだな、少し寂しいなとも思いながら、次の目的地へワクワクしながら向かっていると現状でございます。ところで少しお腹の方の減ってまいりましたというところに機内食の方が運ばれてきました。朝ごはんを食べてなかったのですごくお腹空いたタイミングでとても嬉しかったです。早く食べたいなと思ってますけど、一応動画も撮影しておこうと思いまして、こういう風な形を撮っております。いただきますということで、早く食べたい早く食べたいと思うんですが、これどうやって開けるのかなと思って手で皿を触ってしまうと少し火傷してしまいました。開けてみるとね、中にはフィッシュとポテトと人参とブロッコリーですね。あと何かよくわからないのが 1,2 個といった形で、まあとりあえず食べていこうかなと思います。機内食というのね、結構いろんなタイプあると思いますが、僕は結構機内食好きですよ。これは何だろうと思いながら食べてみたのですが、そんなに特別変な味はしなかったです。鶏肉が入ってるような感じの麦飯、五穀米みたいな感じの中に鶏肉がありましたね。結構美味しかったですね。パクパクと食べてしまってすぐになくなってしまいました。言葉が読めないんですが、パンみたいな感じかなと思いますけど、結局食べてみると少し甘かったですね。はい、これなんだろうな。はい、ごちそうさまでした。お腹を満たすとすぐ眠くなってしまいました。座席をねしっかり倒して寝てるんですけど、まあお客さんも全然いませんし、後ろの座席ぐらいまで人はいないんで、これぐらい倒してもまあ問題ないでしょうということで、これぐらい座席をしっかり倒させていただいてます。というわけで、おそらくですけど多分2時間ぐらい寝たのかな。びっくりしました。もう外は完全に雲の上です。綺麗な地平線、水平線、なんというのでしょうかね、わかりませんが、壮大な景色が広がっております。空の上の旅となっておりました。綺麗な景色ですね。じゃあふと画面に目を向けてみると、どの辺にいるのかが分かるようになっていました。台北の方に近づいてますので、やっぱり2時間ぐらいは寝ていたということになりますでしょうね。やはりこれもこれだけ座席を立たせていたから、ゆっくり熟睡できたという部分でもあるのではないでしょうか。エコノミーですが、とても快適に過ごすことができました。後ろに人がいらっしゃいますが、先ほどまではいらっしゃらなかったので、ちょっと移動してきたのかなと思ってますが、ご迷惑はかけていないのでよしとしましょう。こちらの画面はね、大阪市から台北市までの道のりを示しています。関西国際空港から飛び出し、四国の上を通過して鹿児島を通り、東シナ海を縦断していきながら台北の方に着くというわけです。走行距離の方はおよそ1800キロぐらいですかね。時間で言えば2時間35分から36分ぐらいということで、やはりね、僕は食事をとってから多分2時間ぐらいは寝ていたという形になりましたね。こういう形で台湾に到着いたします。もうそろそろ到着するのではないかと思ってますが、今どれぐらいの高度まで下がっているのか気になるところです。ということで、雲の方の上にいるんですが、もう台湾の方ゆっくり見えてきましたね。徐々に台湾の地が見えてまいりました。高度を下げていくと同時に雲が晴れ、台湾の地が見えてまいりました。明らかに台湾に近づいている様子がこういう風に見て取れます。ここでね、しばらくの間頑張っていくと思うと、少し武者震いをするような気持ちになりましたが、それと同時に
葉が通じるかなとかそういう不安もありますし、隔離期間2週間過ごしていけるかなというそんな気持ちが入り混じっていた次第でございます。はい、そして無事着陸いたしました。着陸するまではね、機内アナウンスで機長が話されていましたが、やはり英語と中国語、もしくはね台湾語で話してたんでが、私には点で聞き取れませんでした。まあ日本の空港に乗り慣れてるんで、ある程度こういうことを言ってるんじゃないかということを想像しながら乗っていました。窓を外を見るとね、桃園国際空港の看板が見えてまいりました。本当にそう書いてあるかは分かりませんが、おそらくそのように書いてあるものと思います。少し見づらかったですね。飛行機を降りていくときに CA さんに中国語で話しかけられたんですが、僕はちょっと分からずにありがとうと日本語でいい、その場を後にしました。飛行場につきまして係員さんに案内されました。こちらの方で言ってることは多分台湾語であんまり分かんなかったんですが、ニュアンスとしては SIM カードを購入してくれと言ってる風な感じがしたので、僕も携帯をおもむろに取り出して触ってるふりをしたのですが、 SIM カードを買うと言ってもここで買えるわけじゃないの、何をしてるのかなと思いながら前を見ていましたが、ついてこいという話をされたので、皆様と同様に最後尾の方から歩いてついていくこととしました。これは歩いてる様子ですかね。結構みんなゾロゾロとこういう形で並んで歩いています。あそこにある何かでかい建物なんだろうなと思って見ていたところに、びっくりしましたね。あれセグウェイですかね。セグウェイで空港内移動するなんていうのは当たり前なんでしょうかね。羽田空港とか成田空港では見たことがないような気がするんですよね。台湾ではもしかするとこれが主流なのかもしれません。こちらの文面は分かりませんが、私は中国読めないので、とりあえず SIM カードを買ってくれということを書いてあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でなんかこの辺でアナウンスされたんですけど、多分この辺で SIM カードを買えというふうなことを言ってるみたいですね。とりあえずここの列に並んでみることにしましょう。はい、3人並んでおられますね。はい、東亜電子と中華電子っていうふうにちょっと書いてあったように見えました。ここに並んで SIM カードを買うことにしましょう。日本語が話せるスタッフがいないのかなと思いました。残念ながらね、3人は日本語喋れないみたいで、とにかく英語、中国語を必死になって聞き取り、拙いながらも何かしらを伝えて SIM カードを買うことに成功しました。実はねこの間1時間ぐらいあったんですけど、なんとかね SIM カードを購入して発着場を出て荷物を受け取ることに成功しました。異国に来てね、一人で来て何かをやるというのは初めてだったので、勝手が分からなかったんですが、まあなんとかやってみるもんだなと思いましたね。飛行機のロビーに着きましたけど、やはり人が全然いませんでした。こちらはね、喉が渇いたなと思って自販機を見たんですけど、ビールと書いてあったんで試しに買ってみました。これはホテルに入ってから飲んでみることとしましょう。はい、はい、というわけで台湾着きました。飛行機でだいたい3時間ぐらいだったんですけど、関西国際空港から空港についてね、SIM カードを購入しなければいけないということで、SIM カードの購入していったんですけど、携帯電話ね、やっぱりね、今ねコロナ対策ということで SIM カードを渡航した人に全員に購入させて、その場で携帯電話と紐付けることで、その人を追跡できるような仕組みになってるみたいですね。はい、でその SIM カード購入なんですけど、やっぱり台湾語が入ってるんで、やっぱいくら新日を言ってもね、日本語喋ってくれる人もねそんなに多くはなかったんで、喋ってる中でね、まあ、なかなかこうかなあかなと思いながらね、 SIM カード一応契約することができましたということでね、高尾というところに今から行こうと思うんですけど、なんとね話聞いてみるとね4時間くらいねかかってしまうそうでね、僕全然知らなかったんでね、そんなに遠いんだっていう感じですよね。飛行機がだいたい2時間半から3時間ぐらいで、タクシーがまさかね4時間もかかるとはっていう感じだったんですけど、まあとりあえずね仕方ないんでタクシー乗って行こうと思います。だいたい4時間ぐらいだったらね、大阪から行ったらだいたいどこまで行けるのかな、福岡とかまで行けるのかな、わかんないですけど、まあそれぐらいの距離感ってことですよね。なんだこれ。ということで空港の中にあった謎のオブジェと一緒に動画を撮らせてもらいました。タクシーの方は政府が用意した隔離タクシーのようで、現地に行ってタクシーの予約をしました。タクシーの運転手が運んでくれますが、僕も運ぶのを手伝うと言ったら、いや私がタクシーの運転手だから私が運ぶよという形で、運ばせてはくれませんでした。ここ桃園国際空港から高雄というところまでは、先ほど申したように4時間ぐらいの距離、そしてこの政府の隔離タクシーは2500台湾元、おそらく日本円で7000円から8000円ぐらいの料金で4時間運んでもらえているわけなんですが、とても格安だと思います。しかしタクシーの運転手は4時間の運転なので大変だなと思いました。ぜひ安全運転でお願いしたいものです。車に乗り込みまして、すぐ私の泊まるホテル高雄にあるワンペイホテルを伝えました。一応ね、口頭でお伝えはしましたが、僕の英語というかね、その言葉がちゃんと伝わってなかったり、変なとこに行ってしまってトラブルになったらすごく嫌だなと思って、ファイルでちゃんと文面を確認しようと思いました。ファイルをね出して運転手の方に、見せることにしましょう。こうやってファイルを探して書類を見て、ワンペイホテルというのがね中国語台湾語で書かれているファイルをちょっとプリントアウトしたものがあるので、これを見せようと思って、今探している最中です。
はい、結構なかなか見つからなかったんですけど、こちらですというふうにお伝えをして、ちょっと確認を取ってみようかなと思います。はい、確認するとね、大丈夫、大丈夫と言われたので、日本語で大丈夫みたいですね。はい、これから4時間のドライブがスタートしていくわけなんですけど、おもむろにですね、タクシーの運転手が iPad を操作しました。何をするのかなと思いましたら、いきなりね、台湾の音楽を流し、鼻歌を歌い出しました。歌い出しはね、だいぶ盛り上がってたんですよね。盛り上がってきたところでね、この運転手さんもね、すごくノリノリで歌ってたんで、僕もね、乗らないとまずいのかなっていうふうに思って、一応こうやって乗ってるような様子を出したんですが、いかんせんね、何を言ってるかちょっと分かんないんで、やっぱね、そういう感じでね、ちょっとお茶を濁す結果終わりましたが、今後台湾語をしっかり学んでね、歌も理解できるようになれば楽しいのかなと思います。マントのようなものを着てますが、僕の上着をね、首巻いてるだけです。車内は感染対策ということで、窓が少し開いていまして、エアコンの風と相まってとても寒かったですね。はい、このドライブをね、数秒まとめてますが、日が沈んでることで時間の経過をお伝えすることができているのではないでしょうか。僕がトイレに行きたいというとね、何やら電話を取り出し、国の方に電話をかけてくれたみたいです。一応隔離対象者ということでね、厳重な形でトイレに行くことになりました。あんなに隔離されるとは思わなかったですね。動画は撮ってないんですけど、とても撮れる雰囲気じゃなかったので撮ってません。まあびっくりしました。あんな厳重な環境でトイレしたのは人生初めてです。市街地の方に入るとバイク多いんですよね。バイクサーキットのようにスタートを待っているかのように並んでいて、こんな風景あるんだな、初めて見たなと思いました。文化圏が違うとね、こうも違うんだなというところで、タクシーの横をね、バイクが今並走してますね。マリオカートかのように思うような台数があり、スタートダッシュを決めているようにも、私は思いました。そんなことを言ってるとね、泊まっていくワンペイホテルの方到着いたしましたね。このホテルにね、22日間隔離されると思うと、少しでも外の空気を吸いたいなと思って、私はね、車が到着するや否や慌てて外へ飛び出しました。着きました、ホテル。急いで入れって言われましたね。ここからも2週間外の空気は吸えないんで、ちょっとでも空気吸っときたかったんですけど、まあ行こうかなと、入っていこうと思います。ということでホテルの方に着きますと、とりあえず受付をするということで、女の従業員さんが2人ほど来てくれました。ホテルの従業員さんっていうとね、日本のイメージだとスーツを着てたり制服を着てるイメージがあったんですが、台湾のホテルの従業員は2人とも私服を着ておりました。そういうもんなんですかね、やっぱ文化の違いなんですかね。ホテルのロビーは先ほどのように広くなっています。はい、こちらね、タピオカミルクティーと小包ありますが、これ何かと言いますと、タクシーの中で台湾にいる元ロッテのチェン・グアンユー投手に連絡をすると、タピオカとなんか食べ物を送ってくれるよと言ってくれて、用意してくれたようです。どうもありがとうございます。本当にありがたかったですね。そういえば先日プロテインをロッテの松永さんからもいただきましたし、僕の周りの先輩は優しい人が多いんだなと感じています。ワンペイホテルは台湾政府の隔離指定のホテルなんですよね。だから部屋の周りにいる人たちも隔離されている人たちばかりだと思うので、もしかしたら外国人だらけの中に日本人も僕以外にいるかもしれませんね。まあ日本人がいるからといって交流ができるわけではないので、自分の部屋にずっといることになるので、何かしら特別何かあるというわけではないのですが、少しでも日本人がいてくれたら嬉しいなという気持ちが少しありました。というわけでエレベーター上がってもう出ていくんですけど、周りの方を見ていきたいなと思います。では進んでいきましょう。中はだいぶポップな感じなんですけど、若干明かりが落とされているというか、薄暗い感じでとてもミスマッチと思いました。そこにあるのはね、僕のスーツケースです。部屋の前にね、全部こうやって机が置いてあるみたいでね、やはりフロアのほとんどの方が隔離されている方だということが、これで分かりました。この机で扉を封鎖しているのではないかなと僕はそういうふうに思っていましたが、後で分かったことなんですが、どうやらここは食べ物を置く机のようになっていますね。はい、というわけで僕のこの部屋が、角部屋になりますね。はい、この部屋で2週間過ごすことになります。ということで、到着しました。扉を閉めていきます。はい、もう閉めましたので、これから2週間外に出ることはできません。この中でトレーニングを積んでいきたいと思います。ということで僕が近づいてきました。最後に何か一言話すと思うので、それを聞いてこの動画を終わることにしましょう。というわけで2週間隔離生活スタート。